人身悟空人国、瞳空とは、人間を神への生贄とすること。人身心国、人身心国、人身協議とも、展示的優的表現として、権力者など強者に対して、通常の方法ではやってもらえないようなことを依頼するため、もしくは何らかの大きな見返りを得るために、理不尽にもかかわらずその犠牲になることに対しても、使われている。人身獄の行為は、特に、 アニミズム文化を持つ地域の歴史に広く見られる。人間にとって最も重要と考えられる人身を供物として捧げることは神などへの最上級の奉仕だという考え方からである。特に災害においては自然が飢えて生贄を求め猛威を振るっているとして大規模な災害が起こる前に適当な人身獄を捧げることで災害の発生防止を祈願した。特に 日本では河川がたびたび洪水を起こしたが、これは河川のありようを司る水人が生け荷を求めるのだと考えられた。今日に伝わるヤマタノオロチ等の龍神伝承では、直接的に竜に人心を差し出したと伝えられるが、実際には洪水などの自然災害で死亡する、またはそれを防止するために河川に投げ込まれる。 人柱として、川の傍らに埋められるとしたのが伝承の過程で、変化して描写されたと考えられている。これらは後に人身を殺害して捧げる行為が忌避されるにつれ、人の首、切り落とされた塔に見立てて作られた饅頭や、粘土で作った焼き物、葉には、平和用等の代用品が使用されたり、または、生涯を神に捧げる奉仕活動を行うという、 方向に改められるなどして、社会の近代化と共に収束していった。その一方で、近代から現代にかけても、悪魔崇拝や、集団自殺等により、人心を捧げる儀式も発生し、社会問題化することがある。前者の悪魔崇拝では、中世ヨーロッパの魔女狩りでルフされたサバトの描写中で、赤ん坊を悪魔に捧げたとする伝承。これは、 反キリスト教的な行為と考えられている、公実参照が悪魔を崇拝するのに必要な儀式として解釈されたのだと考えられ、例えばウェストメンフィスさんの事件はこのような事例の一つと考えられている。校舎の宗教に絡んだ集団自殺行為では、供物として神に捧げられるというよりも死ぬことで理想化された死後世界に到達する。 人民寺院の集団自殺事例などという事例が見られる。中国では、陰代の帝神、中央以前には、坂に生贄が捧げられた。この際には、神の意志を確認したらしく、捉えた、異民族の処遇を占ったと見られる、甲骨文字も出土している。また、陰代の墓から四十五人分の純奏者の人骨が出土した例もある。さらに、 移民族に限らず、隠居の宮殿の祈願の後から850人分の武装した軍隊の人骨が戦車、馬車ごと出土しており、中には高い身分と思われる人物まで含まれていたため、院の国民も人心獄の対象にされていたと推測されている。戦国時代の儀では、西門氷が人心獄の儀式をやめさせ、国を発展させた。 真の思考定量の副葬品である統制の平和用は、それが形を変えた名残と推定される。夏井祭り、なお井祭りの起源にまつわる話や、の人柱に関する記載、諏訪大社、長野県のお柱にまつわる伝説、一人神社、奈良県の大蛇伝説など、人神,神国にまつわる話は数多く残されている。中国の歴史書、三国志の岸和人伝に、 ひいよいよこも、死体作塚計百余り歩み純走者、土肥百余人山大国の卑弥呼が死去室かを築いた、際に百余人の土肥が純走されたとあり、日本初期水人気には、のみのすくねがひばす姫命の両母へ純死者を埋める、代わりに土で作った人馬を建てることを提案したという、埴輪の起源説話であるが、考古学的には否定されている、記載が残っている。日本では、 土木工事現場で犠牲となった労働者をしばしば、人柱というが、これはもともと、重機もなく、自然を切り開くことが困難だった時代。橋や、堤防の不振、城の築城などに際し、思考から完成後の長きにわたって、崩落や結界がないことを祈願し、生贄として、人間を生き埋めにしたことから来ている。日本初期に登場する、マムタケ、大阪府などが有名。 詳細は、人柱を参照。ただし、人柱は神を沈める供物ではなく、人身獄とは異なるという見方もある。神話学者の高木敏夫は、人身獄と人柱の混同を指摘している。高木によれば、人柱は神に捧げるものではないため、神に捧げるという意味で差し出される生贄が、人身獄ということになる。なお、方熊楠の、 南方館はでは神に捧げられる一軒家が、人柱として紹介されている。江戸時代中期の国学者、天野貞景は、著書、塩尻で、和州長瀬修正の終わりに鬼を追うことありころ年がったの、神宮寺にても正月このことをはじめはべるぜは、道人を、失速するにひずと事業の旅人を捉えはべるは、コナン休の因子に似たり鬼洗いは人をもって神を、 祭るにやらざれども生族人は人を生、にえとする様に語る。これにより、当時の一般の人々が鬼嫌いに人身獄を用いていたと勘違いしていたことが、伺える。匿名、または暗黙の使命、推挙を白羽の矢が立つというが、この言葉ももともとは、霊的な存在が、生贄の目印に矢を送るとされる人身獄の儀式に由来する。 静岡県岩田市、大見国玉神社の三つけ天神裸祭りは台風大雨洪水となっても決行される。これは前述の白羽の矢の由来にもなった人神,神国の儀式が決まった日時に遅延なく行わなければならなかったことの名残であると伝わる。その昔、遠遠海の三つけ村では毎年、どこからともなく放たれた白羽の矢が家屋に刺さ,さると、その家は 所定の年齢にある家族、娘を人身国として神に差し出しさしねばならなかった。ある時、神様がそんな恐ろしい要求をするはずがないと考えた旅の僧侶によって神の正体が怪物だと発覚。僧侶はその怪物が恐れているのが、ナノの山犬、室、平太郎、疾病ろうであると知り、ナノ国密前寺から室、平太郎を連れてきて、怪物を退治した。 人心獄の風習を止めた山犬の質平太郎は、故郷である信濃川駒金市では、早太郎と呼ばれている。先日の、質平太郎をはじめ、静岡県には人心獄や人柱の伝説が多く、民族学者の中山太郎や、神話学者の高木敏夫といった著名な学者らの著書でも、よく取り上げられている例として、他に、旧吉原氏。 玄富士市吉原の三股府中島沼の人身獄がある。三股園、あるいは三股淵と表記されるの付近では、毎年6月28日に祭りを行うが、人身獄を伴う祭りは12年ごと、他節では毎年に行う。これは、おろちの怒りを沈め大難を防ぐために行う。生贄となる者の条件は、15から16の少女で、処女、 一説ではさらに、美女であること。儀式は、生贄に選ばれた少女が、生きたまま淵に投げ込まれるか、自らの受水の形をとる。単なる処女ではなく、巫女が人身獄になるという説もある。人身獄を捧げる相手を単なるオロチではなく、竜神など神と見る向きもある。青木順次の、アイヌの伝説では、神話学者、高木敏夫がはや太郎堂は論考にて分類した。 人神国伝説の形式以外に得意な展開を見せる伝説が書かれている。すなわち、娘を奪う山の神、火の神の使い、雪の中に咲く、百合の花、白神岬のたたりなどである。これが、その他の人神国伝説と異なるのは、勇者や僧侶が人神国となる犠牲人を助ける展開がなく、人神国の儀式が決行され、しかもその後に、 後味の悪い結末が用意されている点である。例えば、火の神の使いでは、神の怒りを沈めるための人身獄が行われたにも、かかわらず、神の怒りが沈まらず、村人が全員死んでしまう。それに反して、娘を奪う山の神は、人身獄の儀式が行われ一応成功に終わる、ものの、人身獄となった女性の恋人が自殺する。白神岬のたたりは、 ある権力者が恩恵を得たいがために、人心国の儀式を行い、呪いの金を作ることになる。松村武雄や、神話学者の高木敏夫らは、人心国及びその伝説について、著書の中で分類を試みている。主に、一、どのような人物を生贄にするかに、何に対して捧げられるかによって分けられる。大見国、現在の滋賀県以下軍には、水神に対して、 美しい娘の生贄を建て祀ったが、当地では、生贄となる娘が固めであったとされる。柳田国夫の、一つ目小僧その他において、人神国と石岩の関係が説かれている。柳田国夫の、日本の伝説では、神が二つ目を持ったものより一つ目を好み、一つ目の方が神と一段親しくなれると書いており、神の贄となる魚を、通常の魚と区別するために固めにすることが、 紹介されている。松村は、山田大蛇大地神話におけるキイナダ姫を含めた8人の犠牲者は、司かされ者すなわち、巫女の人神国であったと見ている。しかしその他の人神国伝説については、毎年一人という条件があるだけで、生贄となるものの合計などは定まっていないと指摘している。中山太郎は、著書、日本巫女の中で、巫女や旅人が、 人身獄となったと考えられる事例を挙げている。中村は、巫女が人身獄になる理由として、それが神を和める聖職におったためであることは、言うまでもないと述べている。また、旅人を人身獄とした神事も各地にあったが、中村は、例として、終わり国府府の実機開催を挙げている。この理由は祭日に人身獄となることを土地の者が知るようになり、これをカレンがために、 外出せぬようになったので、各旅人はほけることになったのであるが、中略、旅行者も最初のものか、第三番目のものか、女子か男子か、その神社のしきたりで、主事なる者が損していたと記している。なお、終わり国府の件は、旅人も捕まることを警戒して寄りつかなくなって、しまうため、終わり藩が判明を出して止めさせたとある。折口忍の論じた、マレビと、信仰では、 外界から来た客人を神もしくは神の使者として扱うとしており、旅人を生贄とすることは、神に近い存在の御子を生贄にすることと共通点があると考察される。多くの人神国伝説では、生贄の対象が女性である場合が目立つ。しかし、中山や高木は生贄に男子の場合も紹介している。日本伝説の研究では、自然現象の脅威に対する、 人々の崇拝の念と創造により、猛獣が人を取ることを、神が人心ごくを要求するものと考えられた、と書かれている。松村武雄は、日本神話の研究で、穀物の豊かな収穫を確保するための呪術として、犠牲人を殺す民族が行われていたと述べている。また、水の神、他の神に実際に女性を生贄として捧げた宗族があると記している。 松村は、同書で、中島悦次の、穀物神と祭祀と風習を紹介し、その中で、柳田国夫の郷土史論を参考にした、おなり女が、田植えの日に死んだというのは、おなり女の死ぬことが、儀式の完成のために必要であったことを意味するとの、文章を引用している。人身獄は、神が人を食うために行われるとも考えられているが、神隠しと神が人を食うこととの関連を、 柳田国夫は自身の著書山の人生にて書いている。柳田によれば日本では狼は山の神として考えられており、インドでは狼が小児を食うという実例が毎年あり、日本には狼が子供を取ったという話が多く伝わっているという。これが山にて少児が失踪する神隠しの一つのゆえんであるとも考えられる。 神話学者の高木敏夫は日本神話伝説の研究において人神国伝説の形式と分類を行っている。高木自身は日本国内の人神国の存在には懐疑的であったが、見つけ天人の人神国を例にとって人神国そのものが過去の事実として信ぜられている。すべての民間伝説はその伝承地の民間においては 必ず事実として信じられるものであるから述べている。なぜ人心獄が起こったのか、その謎について、高木敏夫は、日本神話伝説の研究501ページから502ページにて考えを述べている。すべての水界と空中界と、まだ人類の勢力範囲になっていない、陸海の一部分とは、神の領分である。人類社会、海以降旅の起こり、 怒りイコール発展はこの神の領分の縮小、厚、厚イコール厚さ子である。領分の縮小圧迫は神に対する侵害である。この侵害に対、対して神は相当、等の防御、魚イコール語手段を取ることもあれば、相当、等イコールあたりの犠牲を人類から得て満足することもある。この場合に人の生命または体が犠牲にされると、そこ、 諸イコール書に人心釘という現象が生ずるのである。しかしこのごときは人類史上現象としてあまりよりに一般的で。そして、早太たろうは論考で扱っている邪神や野者に女子や男子の生贄をとも与え得る神話と異なる人心獄の話を同書502ページより述べている。この種の犠牲は人類社会取り害を意味する。 あるいは反対にする、広し、広し、いい意味で言えば、人類社会の外にある邪神に対する犠牲であって、内にある神、すなわちある種族、または、部落の守護神、章にしては、いわゆる陳樹の社に沈まりまし、沈まりまして、その部落と親密なる親子主従のような関係を、持っている神に対する犠牲とは全然その性質が、異なっている。後者の祭祀は、 年々定まった季節または月日に行われる。慣例により神聖となった厳重な時として面倒臭い儀式のもとに行われる祭祀である。この祭祀の一個の必須条件として人心区議が行われるが最も狭い意味においての人心獄で人類の宗教史上の現象としてはだ重要なるものの一つである。この形式で行われた恐れのある祭祀が 坂戸明神の人心国の儀式であると、同書、高木敏夫、日本神話伝説の研究岡書院1925年5月20日、発行525ページの527ページの中で、高木敏夫は述べている。坂戸明神の話に移る。久しい間の伝承で神聖にされた、馬鹿にできぬ儀式がある。祭祀の儀式としての人心国の存在説を主張する。 ものの提供した、あるいはむしろ提供し得る証拠物件の中で最も有力なるものである。そう、まな板と包丁、それから生きた、実る、見物の人間、考えたばかりでも身の毛が立つ。祖と包丁とが、果たして人間を神に備えた風習の痕跡だとしたら、どうだ。犠牲を受ける神は、鎮守の者に祀られる神である。捧げる者は、氏子の部落である。 捧げられる犠牲は、う子の仲間から取らなければならぬ。人心ごくという風習の言葉の中には、久しい間の慣例ということの意味が含まれているではないか。珍珠の社の祭祀は、年ごとに行われる儀式である。人心ごくということが、この祭祀の恒例となっている以上は、春秋二度とまで行かずとも、毎年一度か少なくとも二十三年に一度くらいは、行わなければなるまい。 すべての伝説は毎年のこととしているではないか。広報富士1967ふるさとの伝説1967年5月15日発行3ページで語られる池にえの淵の人神国を伴う祭りは12年ごとに行われると書かれており、諏訪神社で行われていたとされる人神国の儀式は3年ごとであったと考えられているため人神国を伴う祭りが必ずしも 毎年あったとされているわけではない。528ページでは、人神獄伝説が史実とした場合の問題点を挙げている。528ページ、普通の場合に、神前へ備えるものは、生贄でも、過酷でも調理したものでもすべて、再び神前から下げられて、信者の口に入るとか、川へ流されるとか、火に焼かれるとかする。 もし肉体を備えぬ神の祭壇に人を備えるとしたら、この人を殺す役目にあたる者の,のことも考えねばならぬ。殺す儀式のことも考えてみねばならぬ。殺した後の死骸の始末は、さらに重要な問題として考えてももらわねばならぬ。聖書に、古代中東に、このような祭礼のあったことを彷彿とさせる箇所が登場する。旧約聖書礼き、十八章二十一節に登場する。 モレクは、アモン人の出身で、心臓の内部の空洞に犠牲となる人間の子供を入れ、周囲を火で炙って焼き殺したと伝えられている。ユダヤ教では、遺作の犠牲を神が止めたことによりこの行為が否定されたとされており、ユダヤ教の先進性を示しているとされる。ただ、キリスト教伝播の過程で、生前などの問題にも関連して、異教徒とされた。 土着宗教を貶めるために流布された中傷の可能性も十分にある。実際にこのような祭礼が運用されたことは現実問題としてかなり稀なことであったという意見もある。したがって口頭批評の立場からは聖書に書かれた虐殺の記述は歴史を正しく伝えたものではなく、広大のバビロン捕囚前後の時代にイスラエル中心主義の影響で書かれたものと、 解釈される。古代のアテネでは、二人の不老者を一年間公費で養い、祭りの日に、他の市民の罪や汚れを二人になすりつけておいて、最後に、町の外の崖の上から突き落として、市民全体の食材とするという習慣があった。ガリア戦記によれば、ガリアに住むケルト人の間では、木を編んで作った大きな人型、ウィッカーマンの中に生贄を入れ、 中の生贄ごと燃やすという風習があったと伝えられる。第二次ポエニ戦争のカンナエの戦いでは、カルタゴのハンニバルにより、ローマ軍は壊滅的な状況となり、ローマは国家存亡の危機にあった。絶望したローマ人は神に助けをこい、人身国として数人の奴隷が殺され、ホルムに埋められた。文献で確認できる限りでは、これがローマにおける最後の人身国である。 アステカ人は太陽の不滅を祈って人間の新鮮な心臓を神殿に捧げた。他に法上、雨声を祈願して捧げられることもあった。しかしその一方ではこれら生贄に捧げられることが社会的にも名誉であると考えられていたとされ、球技によって勝ったチームが人心ごくに供されるといった風習もあった模様である。生贄は石の台に乗せられ、 死死を押さえつけられ、生きたまま黒曜石のナイフで心臓をえぐり取られたと、される。生贄の多くは、戦争捕虜で、生贄獲得のための花戦争も行われた。選ばれた者が生贄になることもあり、幼児や少年、少女などが神に捧げられることがあった。ただ、一説によればアステカは、このような儀式を毎月行ったために生産力が慢性的に低下し、社会が、 弱体化、衰退したとも言われている。インカでも、同種の太陽信仰に絡む人心獄を行う風習があったが、これらの意見は、社会制度によって書く、村々から募集され、国によって保護されて、神への供物として一定年齢に達するまで大切に育てられていたという。なおこれらの人々は、干ばつや飢饉などの際には、 穀物として装飾品に身を包んで泉に投げ込まれるなりして殺されたわけだが、そのような問題がない場合には生き延び、一定年齢に達して一般の社会に戻った人もあったという。ちなみに、マヤ文明の遺跡で有名なククルカンの神殿と、聖なる泉は干ばつになった時の生贄の儀式と関係があった。日照りは雨の神ユムチャクの怒りによるものだと考えられていた。ため、 14歳の美しい少女を選び、少女は美しい花嫁衣装を身にまとい、儀式の後、聖なる泉に生贄を護衛するための若者が飛び込み、その後貢ぎ物も投げ込まれていた。その一方で、アステカ同様に、少年、少女が捧げられることもあった。この場合には、やはり特別に募集され、育てられていた少年、少女は、より神に近いとされる鉱山にまで連れて行き、 コカの葉を与えて眠らせた後に頭を砕いて山頂に埋められた。特にこれらの生贄では装飾された衣服に包まれたミイラも発見されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。